預けると預かる、これも似てるよね。預けると預かるでしょ。ほぼ同じかってね。えー、っと預けるっていうのはこんな感じ。二千円預けられますか？預けられますか。つまり自分のもの、自分の二千円を例えば銀行銀行とかに はい、いお願いします。これが預ける。つまりまあ意味で言うと一時的に一時的に保管してもらう一時的に保管してもらうしてもらうという意味ですね。 で「これが預けるで預かる」はその逆その逆ですはいで銀行の人はいこっち銀行の人ねお字がこんな感じか、はい、銀行の人がはい「預かります」「預かります」「2,000円お預かりします」つまり一時的に保管する保管するという意味です分かっただから 預けるっていうのははいどうぞこれが預ける後で返してね一時的だからねはいどうぞで預かるというのは逆ではいありがとうございますはいわかりましたこれが預かるオッケーあげる方と受ける方これが預けると預かるの違いでしたすごいな azukaru a 这个也是很不好背，对吗？因为差一个字嘛，几乎看起来一样的。那 a z u k 呃，原本的意思就是这个暂时保管。那 a z u k 就是请对方暂时保管的意思。那 a z u k 就是暂时接受，或者是暂时呃保管，帮他保管的意思。OK，所以呢，这个是一个。 同样的情景，但是角色不一样。a z k i r u 就是给对方保管，请对方保管。所以像这句话，我可以呃，请你保管两千块吗？啊、呃，请你保管的意思是，常听到的是像银行或者是邮局要存款的时候，就是 a z k i r u o k a a z k i r u 因为存呃，银行或是邮局存款的概念就是。 我暂时给你保管而已，那个是还是属于我的，是这样的概念，所以用あずかる不是给哟，あげま是不是。那另外换个角度，如果是这个柜台人员、呃邮局、银行的人员来说，这个也是暂时收到，帮你保管，所以呢用あずかる这个词。所以柜台人员常常说，二千円おあずかりします，这是比较另。 礼貌的用语哈，ask ずける是给，ask ずかる是接受。OK，所以这个角度的差别，了解吗？ask ずける跟あずかる的差别。